コロナ収束後は次の新ウイルスのパンデミック対策が作られるでしょうか。例えばウイルスが入らないように空港閉鎖したり飛沫感染しかしないと嘘をついて安心させようとしたりしない、一人でも出たら早めにロックダウンをする、嘘の情報を流す人たちを逮捕する反ワクチン対策など、多分ならないんじゃないですかね。日本はもしなるんだったら現時点でもうワクチンパスポートだったりとかワクチンの強制とかやってると思うんですよね。でもそれができてない時点で結局その社会の世論というところに流されて反ワクチンの人たちの言うこともちゃんと聞かなきゃいけないよねみたいなことをフラフラし続けるっていうのは変わらないんじゃないかなと思います。で未だにその国産ワクチンとか言い出しちゃったりするんですよね。その日本って要は製薬業界にそんなに突っ込めるお金ないんですよ。アメリカってファイザーに政府として1000億円ぐらい突っ込んだんですよね。で、モデルナとかにも突っ込んでると思うんですけど、なので、もうお金いくらでもあるから製薬会社さっさと薬開発しろやっていうのを突っ込めるんですけど、日本ってなんか40億円とか、そういうなんかアメリカに比べると 4% くらいのしかお金とか突っ込んでないんですよ。なので、もう新薬作るとかっていう額じゃないんですよね。なので、めちゃめちゃ優秀な製薬会社がたまたまうまくいいものを作る可能性もあるんですけど、すげえ金突っ込んでめちゃめちゃいいものを作る。で、失敗しても気にしないよねっていう形でやるのは、日本は向いてないと思うので、なんで国産ワクチンを作るぐらいだったら、ファイザーとかモデルナとか海外の会社にお金を早めに払って買うっていう。イスラエルっていう会社が初期の段階でファイザーに金突っ込んで、要は自分たちの国ではワクチン作んないんだけど、ファイザーに金突っ込んで、で、治験のデータっていうのはファイザー社に全部提供しますと。なので、イスラエルに早めに薬くれませんかっていうので、割と早めにイスラエルがワクチン確保したんですよね。っていう形で、お金がないのであれば、じゃあ個人のデータ渡しますっていう形で交渉するっていうのもあるんですけど、そういうのも日本はなかなかできないと思うので、そこら辺の日本の構造自体が変わってないので、新しいウイルスが出てパンデミックになっても、あんまり結果は今年、去年と変わんないんじゃないかなと思います。